こんにちは、ヨモチャンネルです。そしてこんにちは、ヒマヒマです。そして皆さん、ヤッホー、リクチャンネルのアリクです。イエーイ、すごい。今日はね、ちょっと珍しいところに来ましたね。涼しい、お願いします。お願いします。あと120。あ、120って言っちゃった。それ150、150、間違えた。本当に間違えた。それどうなの、お店の人に。150センチ。お店。長いよ。100は赤ちゃんの。すごい、ここ。もうこれに決定しました。湯はどれですか。マリー、マリクちゃんの素敵、見て、紫にしました。似合いそう。お花、お花が多いね。うん、かわいいよ、これ見えるかな。見えるかな。なんかリクちゃんめっちゃ合いそう。合いそう、大人っぽいね。みんな羨ましがってます、こっちの3人。いいな、すごいな。すごい羨ましそう。決まりました。これに決めました。可愛い。楽しみ。はい、ということで今から浴衣に変身します。浴衣が着るのかわからないので今から変身してきます。はい、可愛い。気持ちいいです。嘘です。え、誰か。おい、あなたは誰だ。すごい可愛い。スリバチです。誰。変身の可愛いじゃん。綺麗になりました。全身ね、素敵。うちの子岩桃チャンネルにハマってるんですよ。ありがたい。僕も岩桃チャンネルにハマってるんです。この人いつも見てるんですよ。ファンだって。こちらの動画、間違えた。あの、ね、今日の動画はこちらだったのね。あー、向けてもいいか。伸ばさなかったってこと。向けない、向けない。せーの、今日の動画はこちら。おー、いい。本当だ、この方がいいかも。あ、素敵。今日の動画はこちら。プロみたいな。あ、いいかも。かわいい。鏡見てごらん。こちら。今の可愛かった。じゃあ今日の動画はこちら、もう一回リベンジしたいんだって。せーの、今日の動画はこちら。失敗したの、あれ。あれ失敗？失敗なの？超可愛い。いや、可愛すぎた。ひまちゃんの笑い方可愛いんだよね。なんかいやなんかキャキャって言うんだよね。すごい期間なって明るくなるよ、ね。うわー、すごい華やか。帯一緒なんだね、二人ね。え、可愛いってよ、ほら、リクちゃんの音。お揃いのフェアリング。お揃いなんだ、これ。やったね。お揃い。いや、表情は変わらずですね。はい。おしとやかにならない。あ、じゃあね。ほんと綺麗。ありがとう。どこに言ってんだ、それ。変身しました。すごい、可愛い。大人ね。ね、大人ね。濃い紫。そうだね。青だね。うん。濃い紫。濃い青。いいですね、夏らしい。はい、じゃあ浅草をいろいろ歩いていきたいと思います。行こう。ヤッホー、さくらだ。あ、誰。ヤッホー。ねえ、さくら、みくちゃん。みんなカメラ持ってる。みんなカメラ持ってる。かわいい、言ってたね。待って、おもちゃやる。皆さんカメラやってます。こっちちっちゃいから、あ、ももちゃん持ちます。うわー、浅草っていいですね。あ、なんかガチャガチャとかあるんだ。持ちましょうか。レアだよね、浅草。ちょっとすごい、なんかすごい、お洋服がキラキラ。
あのね、浅草講義堂っていうのがありますね。まだまだですよ、人生。なんか人生の話してる。うわぁ、すごい変に戦う感じ。ママのね、日傘ね、壊れてんだよ。待ってね。映ってるかな。あ、映ってる。あっち映ってた。ほら、カバン屋さんとかあるんだね。おしゃれだよ、この辺。なんか千と千尋の髪型。あー、確かに。それっぽい。赤ってイメージじゃん。うん。ヒは好きなんじゃない、こういうとこ。好き。今日ほら、みんなと離れちゃってるよ。あー、本当だ。一人旅ですか。はい。あれとかいいよ。どうですか。気になるね、人力車。いや、気になるけどね、高いんだよね。え、高い。そうなの。うわー、びっしょ。また、キュウリ。いたずらっ子のアルマちゃんです。何言ってんの。いたずらっ子のアツミちゃんです。私はピノです。あ、ピノ。私ピノ。アルマ。アルマ。あー、優しい。おみくじする。優しいですよ。おみくじ。優しいですよ。優しいですよ。だってメンチ。浅草メンチ。なんかメンチ。あの人に。あれ串じゃない、串串ほら。串って何？串の看板。神のね。かんざしね。かんざし。あ、ソフトクリームうまそうやね。うわあ、美味しそう。かわいい。何？タピオカソフト。いちご串いいじゃん。見てよ、いちごそのまま食べれる。食べたい。いちご串。カメラなんだよ。すごいカメラあるね。めちゃめちゃカメラある。 YouTube なんだ。全員 YouTuber なんで。なるほど、 YouTuber 戦略がちゃう。ぜひ。めちゃくちゃしますよ。いちご大好きだから、いちご買ったら。いちご専門店。大丈夫か。よし、じゃあこっちに。行こうか。ちょっと待って。はい、ありがとう。かわいい。よかったね。モデルになれそう。モデルになれそうだった。いちご合ってんじゃん、その浴衣に。またここはいちごどら焼き専門店ですよね。焼き。じゃあ、鍋さんちも入ってみる。ブルーハワイ。なんかね、味が、いちごの味が濃くて美味しい。ママも岩のやつ食べたい。うんじゃないんだよ。え、タルマとは？え？なに？なに？赤髪？あ、これ運動会？戦ってたの？あ、青もう一人いるよ。あ、やっぱ青上がってるよね。今ちゃん。パパさんはイチゴミルク。大人ミルクかかってるのが好き。もーちゃん、ママにも食べさせて。はい。違う。どっち食べた？ああ、今さ、味覚が。思いっきりイチゴ食べてました。やりたいじゃん。やりたいじゃん。目つぶっててよ。どっちかわかんないよ。あー、目つぶっててよ。食べて。いいよ。どっち？うん。おー、すごい。冷静に考えて。すごい。あ、すごい。これが100円です。すごい楽しい。いきますよ。何番？52番。ありがとう、リクちゃん。どうも。はい。今見て、もう10番。すごい、早い。じゃあ今、願いが叶うように結んでください。逆に叶うって宣伝よ。優しい。もっと大凶っていうのかな。
なる。いやもう一回しないよ。嘘。うわー楽しそう。プリキュアスミュウツーがいる。おお、あできるかな、もちゃん。あ、伸びた。あ、なんか、おお、何もつけないスタイルですね。そうね。やだ、すいません、もう保護者がいっぱい来た。大丈夫か。今度は同じ？変えた？変えてないよ。同じ？お前の準備に少しずつ悩むすみ。だけで？行きました？来ましたね。みんなでしてきましたね。はい。ももちゃんは？私2個しかしてない。秘密？秘密ごと？2個。おお。みくちゃんは？2個。2個。気になるね。みんな秘密だって、それぞれ言っちゃった。言っちゃった。暑いね。暑いね。長袖みたいなもんだから。ほんとだ。これよかったね。誰に借りたの？マジで？ひまちゃんのパパ。わあ、やったじゃん。涼しい？うん。はいはいはい。はい、戻ってきました。はい。ねえ、暑かった。どうですか？楽しかったけど、めちゃくちゃ暑ね、めちゃくちゃ暑かみんなだから。ねどうでした？楽しかったけど、暑かったな。みんな同じじゃない？楽しかったけど、暑かった。それしか出ない。楽しかったけど、暑かったですね、皆さん。楽しかったけど、暑かったです。はい、みんな終わりですね。さっき言ったけど、楽しかったけど、暑かったです。はい、はい。楽しかったけど、楽しかったわけで、今日も見てくれてありがとう。楽しい。それね。どうぞお願いします。今からはインスタグラム見てね。ピクチャンネルさんとひまチャンネルを見てください。はい、バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。あのいつもなんかあった時動画撮ったりするけど、今回のはもう動画とか撮ってる場合じゃなかったね。全然そのトラブル中動画撮るレベルじゃないぐらい困ってたんで、ね、家の近くにさ、いつも行くところだったら、そうまだ来たこともないところだったし、わからないとか全然行ったことなくて、しかもすごい走りだった。何より、はい、言わなきゃいけないことがありますね、皆様に。ひまちゃんとかね、ピクちゃんに目をかけました。お母さんたちも、お母さんとか探してくれたしさ、ひまちゃんのお父さんも探してくれて、最終的にね、コラボ中だったんですけど、抜け出してもうさよならしてきちゃったんで、本当にごめんなさい。もうね、何て言ったらいいか分からないね。もう本当に迷惑かけちゃったから、もう何かしてください、皆様に。ももちゃんもね、先生は疲れちゃったよね。偉かったね。
登録、グッドボタンお願いします。ももからはツイッター、インスタグラムを見てね。バイバイ。飾らないありのままの親子の日常をテーマに動画を撮っています。私たちの日常が何か皆さんの心に寄り添えますように、ヨモモチャンネルのグッズもぜひチェックお願いいたします。